サントリンネル。さあ今回もですねまあ一人ということですけど今朝ですねこんなニュースが入ってきました2021年 WBC 延期 とということで、えーー、アメリカメディアは複数報道されているということで、まあ、日本でもね朝の情報番組とかで報道されていましたけど、まあ、そのそこをが出てからの、まあ、どこよりも詳しくこの「サズざチャンネル」でお伝えしようということであの前回のですね、まあ、プロ野球開幕中止かどうなのか6月19日目と、 みたいなのも一人でやりましたけどコメント欄でですね、えー、大変高評価いただきましてじゃあ,あこういうのもいいんだっていうところで、えー、今日もですね朝その WBC の延期っていうところが出たんで、えー、その報道をもとにですねどこよりも詳しく「サザくチャンネル」でサザきがお伝えしようということですけども、まあ、この報道に。 よるとですね、まあ、最短で2023年もしくは2025年まで開催されないという、まあ、報道が出てるんですけどこれはまあ,あの普通に考えると2021年まあでも2021年はまあ今のコロナの状況を考えて、まあ、アメリカもそうだし日本もそうですしシーズンが開幕できてないっていうところを考えるとまあ現実に2021年の3月 WBC はまあ ちょっと不可能じゃないのかっていうところは思ってたところで、まあ、まあこの中止延期っていうところがまあ報道に出ましたけども、まあ、まだあのシードチームは出場決まってるんですけどあの予選から勝ち上がってるチームの予選も行われてないっていう WBC の状況で、まあ、なかなかできないなっていうところで、まあ、この延期はあまあ仕方ない、まあ、当然の判断だと思いますし、えー、今は5月ですからこれ早い時期にねもう延期っていう報道が出たことは、まあ、素晴らしい判断だったんじゃないのかなと。でもまあそのの前にに普通に考えたのが 2021年は無理やろうとじゃあもう2022年東京オリンピックが終わった後に WBC っていう感じでいくのかなと2006年の WBC 第1回出た時もその東京オリンピックと重なってましたけどそれと同じように進むんじゃないのかなと予想していましたけどまあここに来て2022年でもなくだから来年再来年そのあとですね2023年早ければ。 っていうなぜ2 0 2 3年まで行われないのかなぜ2022年がまあダメなのかっていうところをいろいろ調べましてですね、まあ、知ってる方もいるかも分かりませんけど情報をお伝えしたいと思います。まずこれのの、まあ、番2022年に開催できない、まあ、理由の 一つがですねメジャーリーグがですね労使協定が結ばれてましてメジャーリーグのオーナー側とメジャーリーグの選手会側が労使協定をしてですね基本合意に2016年11月30日に至ってですねこの有効期間が2017年から5年間2021年までなんですよね。そ、まあ、それを考えるとですねその2021年だからまあ12月1日からら月日 また新たにメジャーリーグオーナー側とそのメジャーリーグの選手会側が労使協定の協議に入っていくわけですけどもこの前回の2016年のですね労使協定の時もですもなかなかその決まらずお互い合意に至らずですね期限切れとなる3時間半前にやっと凍結されてまあ一時は交渉難航も予想され最悪の場合各球団施設のロックアウトまあロックアウトって使用禁止ですね各球団の施設が使用禁止 にになる可能性があったところででまあ、最終的にですね細部で折り合いがついて2021年までの5年間新協定の条件で運営していくっていうことが決まったんですけどこれ日本と違いましてですね MLB 機構と選手会の話し合いなんですけど MLB の選手会っていうのは全米で最も力のある 労使組合ってて言われてるんですよねだからメジャー協定の3時間半ギリギリまで行ったのもメジャーの選手会の強さを印象付ける結果となったとでそのじゃあアメリカの、まあ、この労使協定どういうことが話し合われてるのかというと、まあ、簡単に言うとですね、えー、契約期間だったりとかあとオールスターのボーナスとか試合数だったりクラブハウスの中の条件だったり収入の分配あと贅沢税、えー、選手の福祉や年金そしてドラフト指名の保障 えー、そして最低年報、えー、海外での試合と国内の特別なイベントなどだからこう海外のイベントも、まあ、メジャーと選手会は野球復帰のために今後5年間でメキシコアジアプエルトリコドミニカロンドンで試合あるいはツアーを行う海外の試合を計画に合意したっていう、まあ、こういったところの細部にもわたって、まあ、しっかりあのいろんなことを協定していくドラフトとかね薬物防止と治療プログラムだったりとかタバコの問題だったりとかいろんなことを話し合って合意 していくわけけなんですけどもだからあの、まあ、一番日本で分かりやすいので言うと適正契約の提示を受けた選手の移籍だったりとかあとはあのアメリカ以外の25歳以下の選手との契約総額っていうところで25歳以下の選手と契約するのに使える資金総額はドラフト対象外。 だから、アメリカカナダプエルトリコ以外の選手ですね。上限500万ドルって決められてるんですよね？だから今大谷選手活躍しててもまあ、その年齢の制限があって、給料がバーンって跳ね上がらないっていう話し合いとかも。この新労使協定で結ばれてるんですけど、まあその前回2016年の協定の時もまあ、3時間半前ギリギリに。 決まったったていうところで、まあ、今回もう20 2021年だから来年の11月30日に期限が切れてまた協定に入っていくその中でなかなかまた条件が決まらなかった場合まあね最悪の場合ロックアウトだったりとかいろんな問題が起きた中でその2022年に WBC がが迎えれるかかどうかが非常に不透明。この新しい次の新労使協定の中の条件が折り合わなければ WBC なんて戦える状況じゃなくなるわけですよねメジャーリーグ側も選手会側もですねでそうなってくると予定していても行えないっていう最悪の事態になってくるんでそこは避けたいっていうところで2022年の WBC は開催できないっていう判断で2023年最短で 2023年になったと。 推測します早くて2023年遅ければ2025年というように24年が抜けて25年になってるんですけどこれはなんで2025年ってなってるのかっていうと、まあ、2023年はその新労使協定凍結されなかった場合 WBC が開催されなくなるから2023年になったと思うんですけどなぜ2025年かそれはですねまあこれは僕の推測ですけど2021年を完全に延期ではなく中止にしてもうそこは 飛び越えて4年年後の2025にだからこの4年周期をしっかり守りながらもう今回はもう完全に中止とでもう次本当は行われるはずだった2025年次の大会に向けてこの4年間っていうスパンを変えないでやっていこうっていうところで、まあ、早ければ2023年遅かったらもうこの2021年の大会今回第5回目になるんですかね来年行われればその大会,大会は もう完全に中止にして第5回を2025年にしていこうっていうところで2パターンの開催年になったのかなっていうような想像をしますあとこうなってくると、まあ、日本国内のことでいうと、まあ、難しくなるのが、えー、今率いている稲葉監督がどこまで継続するのかっていうところも、えー、2021年東京オリンピックが、まあ、今のところ来年に延期されたでもまだ来年本当にこのコロナの問題がどこまで解消されるかわからない中日本で開催あ日本でコロナの 問題が解消されたとしても、えー、全世界今アフリカに広がっていったりとか、えー、南米だったりとか、えー、全世界が収束に向けて向かっていかないとオリンピックは開催されないというところでひょっとしたら2022年になるかもしれないという状況でそういう監督問題っていうのも、まあ、非常に難しくなってくるでしょうし稲葉さんもそうですしイバスさんとかコーチ陣の皆さんもその自分の生活の中での処遇っていうのもいろいろあるでしょうからそういったところ、まあ、二足のわらじがどこ そこまで適用されるのか監督継続に向けても東京オリンピックそして WBC 2023年もなければ2025年までまだここから4年ってなると相当の体力労力が稲葉監督も必要になってくると思いますからそういったところの苦労も大きくなるんじゃないのかなとこの、まあ、コロナの影響で、えー、日本のプロ野球界も大きな影響を受けてますけどもこの2023年短くても延期された WBC に向けては、まあ、国内外問わずいろんな人選選手の選考だったりとかあとは監督コーチの選考だったりとかいろんなところで また難しい判断に、えー、なってくるでしょうし、まあ、この2021年の、えー、WBC に向けて頑張ってきたそれに出場したかった結果を残したかった、えー、選手としては非常に残念な気持ちにもなりますしこのコロナの影響っていうのはねやっぱりまああのいろんなところで大きいことが起きてるなっていうことを、まあ、改めて、えー、感じさせられる報道になりましたね。あとと日日日本のののプロ野球界最後ででで言うとですね、まあこのまあ、前回の動画でも話した通り、まあ、14日からまあ20日に向けてのその判断 に向け政府の判断に向けて道後が決まると早ければ6月19日遅くても6月末ぐらいには開催したいという意向ですけども、まあ、早い、ね、収束に向けて進んでいってもらうことを祈りますしまだ今後も野球界いろんな速報があればですねこういう形で袴田、まあ、さんはいないんで,ですね一人ですけども一人でも皆さんに分かりやすく情報が伝えていければなと思っていますということで以上 WBC 延期田崎チャンネル情報をお伝えしました。